はい、では、始めていきたいと思います。まずは A ブロックです。本日4月7日、4月初の土曜日大会はいつものシングル制なんですが、今日は、特に外からの、遠征というか初見の人とかそういうのはいないで、いつものおなじみのメンバーとなっております。さあ A ブロックはゴミクズ S 対麦田岡か。さあ、後ろの大会名が書いてあるところで、なんかすごい大行な土曜定例チャンピオンズカーニバルシングル、土曜定例シングルチャンピオンズカーニバル。まあ確かにある意味うちら毎週チャンピオンズカーニバルしてますけど、ゴイチャリの中だけで言えばそうですね、間違いないです。ゲームチャリとゴイチャリとチャンピオンズカーニバルを毎週やってるということなんで、別に語弊はないわけですが、今日も今週も始まっております。チャンピオンズカーニバル1試合目、ワンピー側がゴミクズの S、 ツーピー側が麦の田岡か。さあ、具体化落として、どうするのと。おっと、今のところカウンターアップにちょっと馬いい感じがしなくもなかったな。さあ、しっかりガード惜しい。カウンターに合わせてバースト。さあ、閉じ合わせたらプレスと食らってしまうが、おっ、ちょっと欲張りすぎたか。タッチは当たらない。そしてゲインもなんとガードしているが、ここで崩れた。さあ、強化 EA まで入って割と減ります。さあ、ここは CA で返していく。あはぁ、確定。今のは弱地工場確定ですかね。勝利したのは麦田岡か。2-0で勝利となります。じゃあゴミクズと俺ですね。じゃあ実況は久々に亮太氏で。はい、ワンピー側にはハケン、ラグナ、ラグナで、スピー側は引き続きゴミクズ S と逆です。毎回言ってますね、これ。ワンピー側がゴミクズさんの S です。スピー側はハケンラグナ。これ予選ですよね。予選 A ブロック。まずは S が先制します。ジャンプ攻撃、空中にいる時間が非常に長い。残空を持っています。剣もでかい、剣がでかい。画面端に運んで落とすそうで落とさない。落として、かしげだ。コパンが返ってきます。ラグナー処理は届かず、さあ中央に戻りますが、対空っぽいの渡る。昇竜切り返して、ラグナー中段空中ヒット。バック C から、さあこれで画面端、毛玉ガード、残空が強い。サンドレットガード。さあ、まずは先制が S。 ワンピーガはゴミクズさんが一本選手となります。2ラウンド目、
先制したのはラグナー。大画面8でクラッシュ、投げを抜けています。昇竜スタンドレッドハーデス、スタンガード、まあ、しのいで、おお、拾える。さあ、ラグナがかなり優勢に攻めています。中身で中断、ここでバースを使っていく。エスの対空がヒット、ダウンも取れる、ダウンどころじゃない、ダメージも取っています。ダンク横にも飛ばせるんですね。対空からゴマキャンしつつ叩いてるように見えましたが、デンジャーが光っていました。まだ終わりじゃねえぞ。11ファイナルラウンドです。開幕低空ダッシュを通したのはラグナー。もう画面端完全近く奪って奥攻め、デッドストライク、ガンガン押し付けていく、中段通してラグナーのコンボが入る。おっと、さらに中段、さてさてどうなんでしょう。バーストを使っていきます。固まっていました。さあ、ゆち大きくラグナの体力が、うわー、勝ったのはラグナ。はい、ということで、じゃあ続きですね。もう席は決まってました。ワンピー側には麦さんのタオカカとなります。麦田岡か対カキュンラグナとなります。 A ブロックの3試合目、まず触ったのは田岡か、画面端しゃがみくらい、終わりそうで終わらないコンボ、3500下段通してまたもコンボ入ります。なんだなんだ、いつ見てもどこでコンボが終わるのかわからないですね。ピョンピョン跳ねて菊池ヒット、スライディングが強い、位置も入れ替えてまた画面端へ、消費まで入る、すごい綺麗に体力を奪っていきました。ラウンド2、開幕はバックジャンプ、ダッシュ、徳が復習している、ここでカウンターヒット、中央を維持します。ここでオーバードライブ、 6D を避けながら一撃がしっかり入る、減る減る、中段、ここでバースト、ジャンプ A がヒット、さらに投げを通します。ラグナーノットダッシュが出ていなかったでしょうか。下突き下段、体力は逆転、バースは使わない、めくっています。ラグナー取り返して1対1、ファイナルラウンド。さあ、先制したのはラグナー。ペースが、流れが変わってきてしまっているでしょうか。コパンコパン、コマニカ体力半分以上減っている。下段で割り込む、あ、中段、
どうなんでしょう。どうなの。結構減ってます。結構減って置き攻め。前C っぽいのが出てる。どうなんですか。まだまだ圏内ではない。さあ中央に戻ります。昇龍ガーキャン、お互いにゲージを吐いた。ここでオーバードライブ。うわー裏回ってる。どうしようどうしよう。うわー C がヒットしました。勝ったのはバキュンラグナでございます。もういいですね。あ、それ多分マッチだ。さあ、ワッピーがアットライチ。あ、冥王まで行ったんですね。すごい。ライチー・フェイ・リー・ハグラ・ムツキスーピーが、リョータシー、ハグラ。え、冥王対17段。大丈夫、ビビっちゃダメ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。The Wheel of Fate is turning. このゲーム、冥王とかちょっとオーバーにいってるだけだから。獣、獣だくらいだと思うよ。さあ、お、いいですね。おもむろな、中段から。さあ、これは、は、サボって届かないかなと思ったら、普通に食らってましたね。ガリオソファー、バイバン、バイバン、バイバン、ネットスカル。バイバン、カウンター、ちょっと走り込みすぎたか。そう。さあこの2C はいやらしい 2C。 不合はその子に当たる。あと普通に投げた。これはちょっと予想外だったか。バーストがねたまりそうだったんでね。ガキャン OD とかを狙ったと思うんですが。さあやはり冥王といえども、鉄拳でいう獣団ぐらいという気持ちの問題ですね。いいなのか。さあ仕掛けは取って、ライチが攻める。中段。さあどうしてどうして。結構また、コンボの締めのバリエーションというか置き攻めといいますか、非常に増えてますね。さあそこ動いたらいけない。 6C 主導から結構やるんですね。これがノーマルヒットでもぐるぐるしてしまうので 2D からの入れ込みに ね。さあこれやらしいですね。これスタイリッシュでもほぼあの火力伸びないスタイリッシュでも単発ダメージのデカさを生かせる。さあ 6B で裏に回ったのはちょっとなんか使えそうな感じはしなくもないが、最近どのキャラにもありますけどね、緊急回避裏回り系。さあいい勝負でしたが、ここでライチが均衡を破る。手段見えん。あ、切れ勝ったか。あっとお見合い投げるのはヨダシ側。しかし爆に C が繋がらない。逆に空対空カウンターからうまいこと拾ってくるのはアットライチ。投げ抜ける。
抜けたー、久々に抜けたぞ、久々に抜けたぞ。あー、さすがにここは取りこぼさないという感じで勝利したのはアットラ1-2-1で両足を破りました。さあ続きましては、負けた側が連戦なんで、1P 側が町狭間、2P 側が両座神楽となります。まあまあブレイブルーの冥王は鉄拳でいうのどの辺だろう、雷神とか武神とか昔のイメージだと青弾ってやつですよね、赤弾の上の青弾ぐらいの段位ではありますね。だからこのゲームね、まあ段位とか高い低い関係なく普段やってない相手とかは普通にポロッと負けれるゲームなんで、なかなか難しいです。さあこれマジ無理だな、本当に普通にこれはね理にかなってるんですけど見えないんで。さあおしゃれなコンボ、とてもスタイリッシュとは思えないスタイリッシュなコンボ。さあ2チームに対してジャンプ 6D、 これは普通の差し込みだが危ない危ない危ない、裏回り成功前進いけんのか、あとコンボ時間が足りない。さあどうだハハ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 ハ、ほぼスライドの猶予ないっすよね。画面端ならまあ立ち拾いできなくもないですけど、あーっとクラッシュトリガーが漏れた、これはアンラッキーだ。さあどうだ、ジャシーカウンター、あ、怒りの久々に見た低空ジャメージ、CF やった時はねみんな使ってましたね。さあ回転率の方が高い、ガード不動で、ね、回避不能連携、回避困難連携、西タンクか地上直下している。さあどうだ、さあガンダッシュ下が投げられているのは両たちのカグラ、抜ける気配がなかったですね。1-1でファイナルラウンド、さあ深い読み合いの海に落ち込んでおりますが、裏の裏とかそういうレベルでもなく普通の表の選択肢に負けてる感じですかね。さあかっこいいぞ、しかしあっさりバレてますね。おお、あえてゴマ投げ、あおっと息でかったが、スタイリッシュのおかげなのか根性ガードか分かりませんがしっかりガードした。西が第一カウンター、なかなかない状況、マイかよみたいなね。さあ微妙な読み合いに持ち込んでいるぞ、この起き上がりの攻防も含めて、ロクシーノーキャンすることであえてみたいなね、この感じなんでしょうか。
さあ、普通に 6A が当たってバースト入った。クーナギは通る。そうね、俺もクーナギはずるいと思う。さあ、結構やります。これはどうだ。いやー、やりきった。素晴らしい判断。勝利したのは町狭間ということで、両太氏は残念ながらかなり頑張ったんですけどね、今日ね深い読み合いに持ち込んだんですが、同時に浅いところも出してしまいまして、残念ながら2敗となります。もうちょっと投げ抜けられればね。そうあれ抜けられちゃう、投げ普通に食らった後にあーっていう感じでね、抜けるとか抜けないとかそういう話じゃないっていう。さあ行きましょう、 B ブロックの決勝です。 1P が町狭間、 2P がアットライチです。あと今のはレンちゃんの打倒のところにウロボロスが当たります。さあ、ジャンシー降りていくがあんまり気にしてないですね。これはさすがに 2A は当たるといった感じでしたかね。投げよく見ている。ガサイショーは抜けて、そうですね、この片目。お、しかもしっかりコンボにつないで受け攻め、下段はガード、下段はガード、4D 中段が通る。ほぼできないが、この辺はいつも移動通りですね。あ、いいっすね。これが一番いい状況じゃないかなっていう置き攻め。低空小手返しからのね。さあ、これはもう立ち回り勝負でも全然いけるといった感じになりました。上田いく、一方選手したのはライチ。あっと、らしいカウンターでびっくりしてしまって本人もコンボはできないが、さあ固めが止まらない。こういうところで抜けていくしかないんですけどもね、この子も固めに4人で暴れてると逆にあの暴れてる指摘な感じで食らってしまいますね。さあこれも回していく。さあダウンを取らずに攻めを継続させていきます。町狭間 OD は使わないが、さあ二段構えできましたね。二段構えですね。バータイ二段構えできて 1-1 でファイナルラウンド。さあ、ボート回して、おっと、立ち上げたい。これはいいカーブサリーカナにしましたね、今ダメージの着地硬直にジャンピーが外れる。ふー投げ、さあ、この3シージメの置き攻めがなかなか4ピー地上ヒット、ダメ返しは裏に回られる。ここはバーダイも兼ねた投げで反撃を入れていきます。さあ、ジャガエにバーストになってしまった。ユイソは煽っている、上入れていたか。さあ、ここで一戦利かと思ったら100歩でしたといった感じの食らい方でしたね、今のは。勝利したのはアットライチというわけで、B ブロックの代表はアットライチとなりまして、決勝は俺対アットに、なります。でそこで、はい、 Please select your character.
さあ、いきましょう。ワンピ側はカキュンラグナでございます。スーピ側は、先ほど勝ちましたB ブロックの代表のアット第一となります。英雄対冥王っていう響きがやばいですね。さあ行きましょう。決勝戦です。1ラウンド目開幕、距離を取って位置が入れ替わって中央でのやり取りとなっています。昇竜で切り返して、さあ足の方に追い込んでいったのはライチ。しかしラグナのジャンプ C かな、ヒットしまして、体力はラグナが若干リードしている状況です。棒を飛ばすガントレットハルスにはコパンが返ってくる。入る昇竜ジャンプ D、 ジャンプ C 合ってるのかな。からのおカウンターヒット、今バースト合わせていきます。なんだろう、あーいろんなところから声が聞こえる。あーと、あーと、お互いにバースター消費。ガーキャン、昇竜は使っている。どうなんすか、届いちゃう、届く。まずはカケンラグナが先制です。2ラウンド目開幕 8B、お互いに長い足を持っています。長い攻撃か、足が伸びてる、伸びがいいですね、伸びがいい。昇竜で締めてラグナが先制します。フラットサイズ、サイズ、サイズ、画面端、痛い痛い痛い、すごい減ってる。3800、3000台ってでかいですよね。いやー減る。ここはバスト倒しきれたんですかね。いやージャンプ攻撃がヒットしてしまいました。勝ったのはカケンラグナということで、優勝はカケンさんに決まりました。おめでとうございます。久しぶりに対戦したよね、なんかね、でもね、あだした。というわけで手前見ながら私の優勝となりまして、ここまで強くなれるとはな。これからもよろしく頼むぜ。ああマジか、今のランクアップマッチだったの。あ、ほんとだ、あざっす。